キックオフアクター最後こんにちは、 AAB アナウンサーの金井哲馬です。今週のキックオフ秋田は6日まで行われていた関東祭りにブラウブリッツ秋田が初めて参加した新関東プロジェクトを振り返ります。選手たちが本番までに行った練習の様子もご覧ください。5月、秋田市で行われていた関東の練習会にブラウブリッツ秋田の選手が参加して差し手を初体験しました。どうでした？いや、怖かったです。重いです、やっぱ。関東の真下に、関東の真下に。いや どうでしたか？超難しい。マジで難しかった。ただって絶対無理やろ。無理っすね。そんな中、藤田選手が。せーの、ほい。うわ、重っ。下がったら下がる、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 そう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 、下がる、下がる、下がる。おー、すごく安定していますよ。すげえな、あいつ。初挑戦で安定しているので、1段階レベルが上がります。これをこの下に持ってくる。いや、絶対無理っす。大丈夫。そうそういう感じで下に。そう。お。下に。そう、上に持っていく。そう、上に持っていく。お。待って、待って。そう、上に持っていく。待て。厳しい。よし、せーの。パッと離して。お。すごい。ボイス。はい、変わりますか。え、お前すごい。藤田選手、初挑戦でお見事です。いや、まあ、できるようになったらかっこいいと思うんで、できるように練習したいと思います。ブラウブリッツ秋田はより地域に根差し、地域の人たちに愛されるクラブを目指して関東祭りに初めて参加しました。クラブ、地域、ファン、サポーターとの一体感を高めて、共に挑戦する文化を作り上げるためにクラウドファンディングを実施。515万6000円の支援があり、新関東プロジェクトは成立しました。先月26日、選手たちにとっては関東祭り本番前最後の練習です。参加する選手も増え、関東に触れることで秋田の伝統文化を体感します。初挑戦で片手で上げることができた藤田選手は、さすが、腕が伸びて高く上げられています。体験したからこそ藤田選手の凄さが分かりますよね。藤田選手はさらに、肩に乗せることに成功。上込町一丁目関東会の岸代表は、関東祭り本番での藤田選手に期待しています。本番でうまく風の少ないいいタイミングでぜひ上げてもらいたいなと思っています。藤田選手にも本番への意気込みを聞きました。今日肩練習したんで、ちょっと肩で上げてみたいです。先月29日、ホーム群馬戦でクラウドファンディングで制作したブラウブリッツ秋田オリジナル関東が初めてお披露目されました。ふれあい関東もあり、サポーターは一足早く関東を楽しみました。そして今月3日、関東祭り本番の日がやってきました。ブラウブリッツ秋田の選手たちも参加して関東を上げたり、掛け声を出したりして関東祭りの雰囲気を楽しんでいました。
練習では片手で上げられなかった選手も観客や集まったサポーターの応援の力で奮闘します。そして藤田選手は風の影響もあってか肩で上げることはできなかったものの見事な演技を披露し観客を沸かせました。練習ほど安定しなかったんですけど、でも上げれたので良かったです。ブラウブリッツ秋田オリジナル竿燈は竿燈祭り期間中毎日上がりました。そしてクラブの文化となっていくために来年以降も祭りに参加します。経験者だけではなくサッカー未経験の人たちも一緒に楽しみました。女子プレイヤーの普及拡大を目的とした女子サッカーフェスティバルが開かれました。現在ニュージーランドとオーストラリアでサッカー女子ワールドカップが開催されています。日本代表なでしこジャパンのメンバーとして秋田市出身のディフェンダー石川理音選手も出場しています。県内でサッカーをする女子選手たちも目標が身近になったようです。身近な人でそういうなんかなでしことかに選ばれてる人がいれば自分ももっと頑張っていこうかなっていうことを思います。自分がサッカーを続けていく中で今一番身近に秋田の選手が選ばれてその人をお手本にしながら自分も頑張っていきたいなと思います。先月30日秋田市で女子サッカーフェスティバルが行われました。秋田市の女子サッカーの普及を図るとともに交流の場を作ることを目的としています。参加した人たちはサッカー経験者だけではなく未経験の人もいました。年齢ごとに4つのグループに分かれてパス、ドリブル、シュートの3つのワークショップとゲームをそれぞれ10分ずつ行ってサッカーを楽しんでいました。いい持ち出し、いい判断した。オーケいろんなことを覚えられて楽しかったです。蹴り方とか蹴る場所とかそういうのを覚えました。サッカーで輪のところ入ったのが楽しかった。女の子でかっこいいサッカー選手になりたい。秋田市サッカー協会は石川理音選手のなでしこジャパン入りはとても嬉しい、しかし少子化が進む中底辺拡大はまだまだこれから、女子サッカーの練習会などを行ってサッカーファミリーを増やしたいとしています。続いては明治安田生命 J2 リーグです。ブラウブリッツ秋田はアウェーで大宮アルディージャと対戦し敗れました。3試合連続でスタメンを変えずに挑むブラウブリッツ秋田、前半ゴール正面でのフリーキックのチャンスにキッカーは水谷、ゴール右上を狙いますが相手ゴールキーパーのファインセーブで得点を奪えません。後半には高田からのクロスに梶谷、ゴール前でフリーで放ったシュートも止められてしまいました。両チームともに得点がないまま進んだ後半45分、最後の最後で失点し敗れたブラウブリッツ秋田、最下位を相手に勝ち点を積み上げることができませんでした。どんな経験もその意味を決めるのは自分たちだと思います。ひたむきに全力で良い選手チームをこれからも全員で目指していきたいと思います。デザインから見る J リーグの30年、J リーグのファン・サポーター必見、週休マガジンによる J リーグ開幕30周年を記念したスペシャルブック、ザ・デザインストーリー・オブ・ J リーグを3名の方にプレゼント。全60クラブのエンブレムのルーツやマスコット誕生の裏話など30年間の J リーグのサッカーカルチャーを凝縮した永久保存版の一冊です。宛先ははがきで秋田朝日放送キックオフ秋田まで、 AAB アプリからも応募することができます。
ぜひ番組の感想を書いて応募してください。締め切りは今月18日です。明治安田生命 J2 リーググラウブリッツ秋田対東京ヴェルディはホームソユースタジアムで明日午後6時にキックオフ。3ヶ月ぶりのホームでの勝利に向けて声援を送りましょう。明日はミニ動物園がスタジアムにやってくる。そして白バイ、パトカー、消防車が BB パークに登場。この夏は J リーグへ行こう。明日はキッズパークも無料で遊べてウォータースライダーも登場します。子どもたちは水着を着て集合です。水分補給など熱中症対策をしながらグラウブリッツを応援しましょう。キックオフ秋田、また来週。